党の皆さん、ロサンゼルスの中央日報のクエアンと申します。今回言葉にできないぐらいすごい厳しい日々を過ごしていると思いますが、ロサンゼルスの韓国のコミュニティも全世界も皆さんのために応援してるんで、とにかく希望を失わずに生きていってください。頑張れ日本。ありがとうございます。ありがとうございます。